はい、これなんて書けばいいの？ログイン ID は？ログイン ID が受験番号だって。やめてよ、落ちてるんだから取んないでよ。落ちてるか落ちてないかはどっちだと思いますか？落ちてます。はい、難しかったのね。2011の、いきますね。はい、これバンって出るの？多分。パチー。これどこ押すの？ログイン。パチー。どう？不合格。何？不合格。不合格？不合格。難しいね。受験はやっぱり厳しい。そっか。でももうね、第一志望があるから。うん。大丈夫。うん、第一志望は受かる。うん。どんまい。うん。お疲れ様ね。うん。じゃあよろしくお願いします。今日お話を聞くのは志望校受験の1校目、2月1日に受けた学校の、まあ、その当時の手応えと結果を見た時の感想というか聞きたいと思うんですけど、その2月1日初めてその志望校の受験っていう感じで受けたと思うんだけど、ここは第何志望っていう感じで考えたわけ？二科さん、うん、第一ではなかったんだよね。まあ、でも近いしいいなって、行くことになってもいいなっていう学校の一つだったよね。実際受けた時の手応えというか感想はどうだった？むずかった。うーん、どの辺が一番難しいなと思った？社会。社会、あ、知識系何も書けなかった。あ、じゃあ終わった後手応え的にはどうだったの？無理だなと。ああ、もう無理っぽいなっていう感覚があったってことか。実際結果を見た感想としては本当はどうだったの？やっぱそうだよなって。あ、全然悲しくはなかった。分かってたから。もうそうだろうなって思いながら見て、やっぱりそうかっていう感じがちょっと笑っちゃったって感じ。うん、じゃあ覚悟してたって感じか。笑ったのはどういう反応すればいいのかが分からなかった。そうだよね。まあ、残念だけど、まあそんなもんかっていう感じか。まあ、そことはご縁がなかったって感じだね。うん、まあ、その時にじゃあ次頑張ろうっていう気持ちにはなれた。うん。うん、あ、なんかあんまりうんって感じだけど、悲しい気持ちっていうのはこうすぐ切り替えられるもの？悲しくなかった。それどころじゃないっていう感じ？その最中、うん、もう受験、明日も明後日も受験だってなると。でもこれを見たのはさ、志望校が終わった後でしょ。うん、だからもう志望校も終わってたから、もうちょっと気が抜けてた感じ。もう頑張り終わったから、うん、結果を待つのみって感じだったか。うん、はい、ありがとうございました。じゃあまた次の学校の感想もお願いします。はい、志望校1校目の結果とチャナの感想をご覧いただいたんですけれども、1校目はご縁がなかったという形でした。どちらかというと、本人の方がこの結果を予知していたというか分かっていたようでして、親の感覚としてはいや大丈夫なんじゃないかなみたいな、どこか根拠のない自信というか
大丈夫なんじゃないかという予測をしていました。びっくりしたという感じですね。あ、ダメだったんだっていう感じでした。この結果が出たのが2月2日、志望校受験をした、次の日の夜だったんですけれども、2月3日次の日の朝にチャンナの第一志望校の受験を控えていたので、本人に、受験結果を言うのは第一志望校の受験の後にしようというふうに決めていました。だったんですけれども、本人は多分ダメだったんだろうなということは分かっていたようです。今回受けた1日目2月1日に受けた学校は、チャナも言っていましたが、志望校の順位というか中では2か3位、条件としてはすごく良くて、数学が便利であるということと、第一志望校への対策の中でこの2月1日の学校の受験対策にもなるという、並行して勉強できるという学校だったので躊躇なく選んだ学校でした。で、過去問の手応えも悪くなかったですし、合格点には達していたんですね。ただまあ本当にチャナの適正校といいますか、もちろん合格する可能性としては大いにあったんですけれども、当日のテストは言っていたと思うんですけれども、苦手な分野が出てしまったというところで不合格になったというふうに感じています。ですので、まあ、過去問でいくら、手応えを感じていたり、学力偏差値で見る限りは合格の可能圏内だというふうに見ていたとしても、やはり当日出されるテストがどうかということだけで簡単に、合格不合格は変わってしまうんだなというふうに感じました。1個目このような結果になりましたが、まだまだこの後も受験は続いていきます。また続きをご覧いただけたらと思います。それではさよなら。